はい、ヤマダンです。ベイブレード皆さん、ベイブレード楽しんでるでしょうか。今日は検証動画になります。で、アニメ最新話でもね、バードが見せてくれましたけども、エグストリームダッシュラインをここ飛び越えて2周エグストリームダッシュするという、まあ X も見せてくれましたけども、実際にできるのかっていうのを検証してみたいと思います。じゃあまずね、ドランソードから、まあ、ちょっと何も考えずにとりあえず打ってみたいと思います。 3,2,1 おーし、まあ何も考えないとこうなりますよね。今みたいにエクストリームダッシュ終わってエクストリームフィニッシュゾーンに、まあ、ぶつかっていっちゃうのが普通です。じゃあもう一度、3,2,1 おーし、やはりここを超えるのはちょっと難しいみたいですね。じゃあ次、バードのヘルズサイズ、3,2,1 おーし、ちょっと弱めに打っています。 3,2,1 おーし、今ちょっと惜しかったかな。おーし、難しいですね。ちょっと違う機体を使ってみますか。エクストリームダッシュといえばドランダガー、いってみましょう。ゴーシュ、今ちょっと惜しかったですね。ゴーシュ、あー惜しい、惜しい。難しいですね。じゃあちょっとまた機体を買いますか。エオンクロー、おーし、ダメですね。シャークエッジ、いやー、いい動きしてんだけどな。やっぱりここを越えるのは難しいみたいですね。フリックスウィング、コバルトドレイク、
バイスタイガコバルトドラグリポじゃあドランバスターあんま期待してないけどゴー、あー全然ダメだよエクストリームダッシュと無縁だよお前本当。お今超えましたね超えたけどお、一番可能性あるんじゃねえか。ゴーシュ。衝撃だな。3、2、1、ゴーシュ。飛んでますね。ゴーシュ。ゴーシュ。お、超えた。超えましたよ。見ましたか今。というわけでドランバスターが一番やりやすい直結論になりましたね。まあ、変重心で飛ぶんで、まあ、うまくいけば運よく飛び越す感じですね。ただスタミナが全然ないんで、1周目ダメだったらダメです。以上ヤマダンでした。